私コブヨコバサミっていう結構大きくなる拳大ぐらいになるあのヤドカリが好きなんですけど、今なんか足元に貝殻がたくさん当たったんで何かなと思って漁ってみたら、赤虹の中に入ってるコブヨコバサミが多分100匹ぐらいいるんですよね。こんなにいるの初めて見ましたね。ちょっと重くて持てないですけど、こういうとこひっくり返してもコブヨコバサミ入ってますね。これもちっちゃいのが、これ中ぐらいのですね、これも入ってますね。多分8割型は入ってると思います。まあ今3月の末なんでね、多分夏に向けてどん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 ヤドカリ大きくなるんで、今こうちょっとちっちゃめの個体とか、まあ、寿命とか調べると4、5年は生きるみたいなんで、まあ前の年から生きてるのとかいろんなのが、まあ、同じ場所にこう集まって生活して、たまたま生活してたのかもしれないですね。